はいどうもこんにちはクレイです、よろしくお願いします。さあということでエキサイティングガチャ追加ガチャ回今回はやっていきたいなと思います。はいということで昨日から登場になっているこのエキサイティングプレイヤー第1弾なんですけれども、まず昨日のねガチャ動画、見てない方はよかったらそちらの動画見ていただいてね、この動画戻っていただくとネタバレなく楽しめるかなと思いますんで、ぜひまだ見てない方は見てください。そしてなんか昨日の動画がねゲームの急上昇じゃなくて一般の方の急上昇、もう本当にマルチの YouTuber の方とかの動画と同列のね、急上昇ランクの中で10位まで行っていたみたいで、まあちょっと最近の急上昇ランキングのアルゴリズムあんまりよく分かってないんですけど、まあ純粋にまあ多分皆さんがね、早く見ていただいて、そして高評価とかコメントとかたくさんしていただいたおかげだと思いますので、非常に嬉しく思っております。ありがとうございます。引き続きですねぜひよければ日々の動画、コメント高評価押していただけるとモチベーションになるんでよろしくお願いします。さあということで、まあ話は戻りまして、今回ねエキサイティングガチャ第1弾の追加ガチャ会やっていくんですけども、その前にですねまずスターロードですね。はい、こちらを昨日、生放送の方で終わらせました、120万ポイントですね。120万ポイントの S ランクエキサイティング契約書第1弾を、回収しました。でまあ消費エナジーとかに関してはその生放送の開始時点から、開始終わりのところまでもう丸々ゼロの状態から、120万ポイントまで、ぶっ続けでね走りまくったので、まあ、その生放送をね進め方もろもろ含めて見ていただければいいかなと思います。あとはまあスターロード効率いい進め方とかに関しては過去動画出してるんで今回の動画では割愛したいと思います。まあでもクリア時間としてはだいたい3時間から3時間半ぐらいだったかな。まあそれぐらいはかかるかなってイベントなんでなかなかしんどいかなとは思うんですが、まあできる限り早めにねエキサイティングのプレイヤーに関しては獲得できればいいんじゃないかなと思います。はいということでガチャに行く前にこちらエキサイティングログインボーナスですね、今日配布になりました、3時に配布になりました、ログインボーナスを受け取って、いきたいなと思います。まあこの契約書に関しては第2弾の選手も出るんですが、2弾でね個人的に欲しいのがロッテの藤原選手なんですよ。昨日の生放送の中でもお話をしてたと思うんですけど、結構ね、あの2段の選手通常で持ってるところが多くて、そうなるとエキサイティングそこまでね欲しいっていうところがあんまないんですけど、ロッテの藤原選手めちゃくちゃ欲しいんですよね。うん、であとは第1弾で安田選手も欲しいんで、まあ、ロッテの2選手か、まあ、あとは昨日動画で上げてる第1弾の欲しい選手っていうところが来てくれたらまあいいのかなというところであります。じゃあ行きましょう。まずはガチャの前にここで弾みをつけていきたい。お願いします。さあとりあえずまず被らないことだね。昨日の累計ではちょっとネタバレになっちゃいますが、日本ハム近藤選手が出ましたので、村上選手と近藤選手以外だったらとりあえず OK。 さあ、あ、演出がない。誰が来るか。おお、丸選手嬉しい。これは OK ですね。もう丸です。てかむしろあれか、丸選手が S ランクエキサイティング契約書引いてくれたんですよね、確かね、動画の中で。なんでその丸選手が来たっていうのは非常に、うん、巡り合わせとしても良かったんじゃないかなと思います。さあということで、まあ、エキサイティングの契約書非常にいい感じだったんですが、ここからガチャの方やっていきましょう。でまず60連目なんですけど、まあこの選択の部分ですね非常に迷いどころではあるんですが、自チーム変えるか変えないかわからないですけど一旦カットします。はいということで、自チームを変えたのか変えていないのかどちらか分かりませんけれども、ガチャ画面の方にやってきました。さあまあ自チーム演出は来ますよねと。まあここもスキップでいいかな。いやでも2枚演出ワンチャン見れるか、ワンチャン2枚演出が来るかもしれない。レインボー、ああいかないか、これもう1枚っぽいんでスキップしちゃいます。さあ途中は来ないかな。まあでも今回のこの第1弾の60連目獲得選手はなんとなく皆さん予想できるんじゃないかなと思うんですが、僕はこの選手を取りたいと思います。いきましょう。はい、今永翔太選手です。ありがとうございます。翔太、今永翔太選手ありがとうございます。いやーまあもうこれはうん全然いい選択だったと言っていいかなと思います。まあ今シーズンちょっと DeNA 純正に関してはどこまでガッチリか分からないですけれども、まあちょっと通常の S ランク出るか出ないか全く分からない状況というのと、まああとは単純にやっぱり強いんでね今永選手は。ってことで、ここからですね追加ガチャの方やっていきたいと思うんですが、今回一応100連分エナジーは用意してきているので、一気にねもうこれ160連目までいっちゃおうかなと思います。はい、で一応欲しい選手としては、阪神大山選手そして中日柳選手ですね。まあこの2人がとりあえず、まあ、取れれば OK かな。あとはまあ安田選手かな、安田選手も欲しい、うん、という感じではあります。じゃあ行きましょう。まあちょっと確定後のエキサイティングをねなかなか回す人ってそんなに多くないと思うんですけど、まあここが果たしてエキサイティング本当にエキサイティングなのか、エキサイティングな引きをできるのか、まあ、はたまた全くもってエキサイティングじゃないのか、そこをちょっと今回はこの100連でね、検証していきたいなと思っております。さあまず10連目今回の追加の中での10連目、70連目はちょっと演出渋い感じでしたね。ちょっと昨日も確定外は1枚しか A ランク S ランク来てないので、まあ引きたいですね。しかもエキサイティング引けてないんでね。さあ20連目合計80連目。さあ
頼むよ。どうかな。で、まあそもそも 2.5% 引いてからも 50% 勝負なんでね、まあそこもなかなかきついですが、どうでしょうか。自チームは変えてないです。さあ飛んでにっこり。やーれー、エキサイティングって、あー実質エキサイティング、ちょっと確定外全くエキサイティングじゃないぞ。おーおー、これなかなかすごくない。通常の村上選手からのエキサイティングの村上選手、謎な運を使っていく。どんどん行こう。30連目、追加30連目、合計90連目。90連目、そろそろ確定外もう出てもいいと思う。あれ、ちょっと確定以降であんまり神引きしてる人、エキサイティング、まあそもそもこのオーバーで回すってはあんまいないとは思うんですけど、なかなか今年は見てない気がするんだよな。結構やっぱアニバーサリーもエキサイティングも同じ仕様なんですけど、あ、ここもまたエキサイティング来た。やっぱ確定以降きついんだよな。どんどんいきます。どんどん防虫、どんどん防虫レベルでもガチャを引いていきます。あれ、ちょっと待って、あとはしちゃった。なんかもう出そうなオーラがないんだよね今日。なんかあれ、飛んでにっこり。マジで本当にエキサイティングですかこれ。エキサイティングとは名ばかりのじゃないんですかこれ。ちょっとマジで、もうほとんどはこれちょっとスキップになっちゃいそうな動画展開ですけど、はい。あ、エキサイティングは出るな。あれ、エキサイティングってこんなもん。エキサイティングでしょ、頼むよ。あれちょっと非常に激マズですよこれは。ちょっとマジでエキサイティングじゃねえじゃんって、全然エキサイティングじゃねえじゃんって言われちゃいますよこれ。はい、ということでもうそろそろ出てくれるでしょう。そろそろ出るでしょう。もういいよこのエース見飽きたよ。そろ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 出るよね。もう120連目ですよ。あれ、60連の倍を引いて確定以降 S なし。そんな、いやーちょっとやばいな。もう必殺技雑談で S ランク呼び込む手法を使いますか。雑談をし始めるとね、僕のガチャ動画 S ランクが出るっていう、全くガチャに関係ない話をしてる時の方が S ランクがこう出がちっていうのはね割とあるんですけれども、まあ、言ってもなんか最近面白いこともあんまりなくて、非常に自粛しているので、最近はもう自宅にね、自宅でゲームする生活しかしてないので、なんともなんか面白い話もないんですけれども、交流戦がまあ、あれちょっとね、全然どうせここ早送りだから雑談しても意味ないし。嘘でしょ、あれ雄平選手の前また来た。はい、あと残り30連かな、やばくない。ちょっとマジで、え、こんな沼動画になっちゃっていいんか。エキサイティングだよ。1年に1度のマニバーサリーと同列ぐらいの、マニバーサリーとはまたちょっとね選手が違いますし、選べない、こっちがね選んでるか、コナミさんが選んでるかっていう違いはありますけれども、エキサイティングじゃないよこれ。全然ちょっとやばいって、もうなんか怖くなってきた。しかもなんかもう、うん、はい、ということで残り20連です。こんな出ない、 S ランクマジで恐ろしいんだが、やっと月出たわ、久々に見た。いや、そろそろ出るでしょさすがにね。調子くんレッツゴーすらも来ないじゃん。もしもし、これプレミアムスカウトですかねえ。ちょっとエキサイティングガチャだよね、プレミアムじゃないよね。あれ嘘でしょこれ、本当にやばいな。はい、ってことでね、何事もなくただただ B ランクと A ランクを引き続けて100連になりました。さすがにちょっと困惑してます。はい、ということでね、まあさすがにもう今日はこれ以上回すつもりないので、出ても出なくてももう無理やりオチをつけたいと思います。いきましょう、ラスト頼む。本当にラストこれやばいな。いきましょう、追加100連目、合計160連目。これで出なかったらもうマジで二度と確定以降エキサイティングでは引きません。お願いします。さあ、あ、やっとレッツゴー来た。はい、あーれー、違うだろー、違うだろー、あーあー、やばいぞこれ。飛べー、笑えー、にっこり。